ジョシュ・ハートネット、1978年7月21日大はアメリカ合衆国の俳優。身長189センチメートル。おばに勧められて受けたオーディションに合格、16歳の時に初舞台を踏んだ。コマーシャルやテレビ出演を経て1998年にハロウィン H20 で映画デビューした。 同作ではオーディションに遅刻するものの、主演のジェイミー・リー・カーティスに気に入られ、合格した。デビュー当時は、俳優のトミー・リー・ジョーンズの若い頃に似ているとして、話題になった。パラサイト、パール・ハーバー、ブラック・ホーク・ダウン、ブラック・ダリアなどに出演する。俳優のエルデン・ヘンソンと共に、ルーレット・エンターテイメントという映画制作会社を、設立している。2008年には、レイン・マンで ウエストエンドの舞台に立った。2011年からは、ユマサーマン、ジーナ・デイビス並びに、モデルのシャネル・イマンと共に、米国国際開発庁のいわゆる、アフリカの核向け事前事業の広告等に抜擢され、事業開幕となった11月に、早速、ホワイトハウスで演説を行っている。米国のミネソタ州セントポールにいて生まれた。祖先は、アイルランド系。 父親のダニエル・ハートネットはビルのマネージャー。ママ母のモリーはアーティスト。三人のイボ兄弟がいる。ニューヨーク州立大学パーチェスカレッジに通うが中退。12歳の頃からベジタリアン。2015年、交際している女優のタムシン・エガートンが女子との第一、死を妊娠。ありがとうございます。